お母さん、うん、お母さんのとこって新人の保育士さんとかいるの？うん、ましが夏だしさ、だちょんま新人はいるよ。この間ライブでさ、そういえばさ、新人の子が来てて、自分が新人で何も役立たずで何もできてなくてって、もうやめたいみたいなことを言う先生たちが、新しい先生たちがいっぱい、卵保育士さんたちがいるわけよ、うん、でもさ、お金よく言うんだって。今からなもんかもできたら私の立場がないじゃんって。どんだけやってきたと思ってんだよって言って、新人でできる人なんかほとんどいないもん、ね、うんうん、だから、あとおばちゃん先生たちにも言いたいのが、自分も新人だっただろ、待ってやろうよって。あの子一生懸命今勉強中だから、人間関係も仕事も頑張って覚えてるから待ってやろうよってね。なんかもう細かいこと言わずにさ、一生懸命、自分だって気がつかんかったろって、おばちゃん先生たちにはーってため息つかれたこともあったんじゃねえかって。最初からそうそうできる人っていないわけよ、うん、だからね、広い心でね、ありがとう、待っててほしいのよね、うん、うん。